こんにちは、パンです。今日は手裏剣の手の内の大切さについて考えて遊んでみようと思います。手の内というのは手裏剣を持っているこの手のこと、持ち方であったりとか、要は手のひらのことを指す言葉として使います。この手というのは手裏剣と体をつなぐ唯一の接点です。ここさえしっかりとしてれば、手裏剣は意外とうまく簡単に打つことができます。手裏剣の持ち方、手の内、これについては何度か触れています。ですので持ち方であったりとか、そういったことを解説した動画もありますので、よろしければそちらもご覧ください。まあ、簡単に持ち方だけ見せてしまうと、こういった人差し指と中指の間に倒す人、それから中指で持つ人、これはねどちらでもいいです。中指で持つときには人差し指と薬指を少し寄せて滑走路を作ってあげてください。ここに手裏剣が乗るというか、軽く手裏剣を挟み込む、包み込むようなイメージ。中指と人差し指の間に倒すときには、この2つの指の間、ここの間を手裏剣が抜けるようなイメージ。こうでもこうでもどちらでも構いません。今日やる手の内の大切さというのは、簡単に言いますと、この打つ瞬間、ここですね。この時に、極端に言うと手が的を向くようにスナップを使ってしまうと、このように手のひらが下を指してしまいます。そうではなくて、手首は曲げて的を向けて打つようにイメージをしてください。なぜこれが大事かと言いますと、今のように上から打つだけではなくて、例えばこれが横だったり、完全な真横、サイドスロー、はたまた逆ですね、左から右に手を動かす打ち方、そして左上から左下、例えばこれが下からの時でも全て一緒です。手首を使いすぎない、手のひらが的の方を向けるように、でここからなるべくまっすぐ、少し放物線は描きますが、まっすぐ目標に向かって手裏剣が飛ぶようなイメージ、それを持つことでどんな形でも手裏剣が打ちやすくなります。上、斜め、手差ですね、真横、右下から左上、下から上、左下から右上、左から右、左上から右下、このようにどういった方向からでも打てるようになります。これはすべて一見やってることが違うように見えますが、手の持ち方、これは変えていません。こっちから打つから手首を使うとか、そのようなことはしていません。すべてここから手裏剣が抜けるように、このように抜けていきます。こっちからでも抜けていく、もちろん上からでも抜ける、斜めからでも一緒、抜けるのは一緒なんですよね。すべて同じなんです。極端な話ですが、的に対して背中を向けて肩越しに打つ場合でも同じです。この場合、ちょっと手裏剣持ってると怖いと思うので、この向きは一緒なんです。ひねってないんですね、このまま。これはもうこの時の手と全く一緒です。
もちろんこちらでも一緒。手首をひねったりしません。このまま抜けていくだけ。手裏剣が手から離れる瞬間はスナップを使わずに少し的に向くようなイメージですね。手のひらが的を向くようなイメージ、それを持ってください。どの姿勢でも一緒です。横でも下でも上でも、これは一緒です。どこからでも同じように打てるように、同じイメージ、同じ手の内で打つ。そうすると少しぐらい体の動きが変わっても同じように打てます。あくまで私の考える基本として、スナップは使わない、まあ、多少は使ってもいいのかもしれないけれども、使いすぎない。完全にこうやって打つも、それはそれで難しいのでね。自然に変える分ぐらいはいいでしょう。でも、使いすぎない。ここで抜けるか、ここで抜けるかの違いはある。違いはあれども、話すときの手のひらが目標を向いていることは変わらない。なので、そこさえ守れば、多少体の動きが変わっても、同じように手裏剣は刺さると私自身は考えています。特にこの練習でこちらから打つ場合、左から右とか、左上から右下に打つ場合、手首の使いすぎには気をつけてください。ちょっと安全確保した上でやりますけれども、手首を使うとあらぬ方向に飛びます。手首使ってみます。これね、すごく危ないです。これだけ大きく外してしまいます。ですので手首は使わないようにしてください。そうすればコントロール自体かなり楽になります。手を目標に向ける、手を目標に向ける、手を目標に向ける、手を目標に向ける。基本的に同じように刺さります。リリースする時の手のイメージは全て一定にしてください。というわけで、今日は手裏剣の手の内について考えて遊んでみました。やはりこの手裏剣と体がつながる唯一の接点なので、この手はすごく大事だと思ってます。それともう一つだけコツというか、まあ、最後まで見ていただいた方に私なりに一つだけお伝えするとすれば、どんな姿勢で打っても持つ強さ、これは一定にしてください。どんな時でも常に一定に。ちなみに強さの基準としては、柔らかく、これ以上柔らかく持ったら手裏剣が落ちちゃうかな、こうすっぽ抜けていっちゃうかな、こう持った時ですね、すっぽ抜けていっちゃうかな、それぐらい柔らかくでいいと思います。柔らかく優しくこの手裏剣を持って打つように、手から自然にすり抜けていくように、すり抜けていくってことは、強く持ったら
抜けていきませんからね。それぐらい柔らかく優しく持ってあげてください。そうすれば意外とよく刺さると思います。こんな形でいろいろと実験をして遊んでいますので、もしまた何か興味のあるようなことがありましたら、気軽にコメント書き込んでみてください。それといつも高評価グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければチャンネル登録、それから高評価グッドボタン押していただければと思います。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。